いけピンキー、どーん。なに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 、なんかピンキー増えたよ。少し心配ですけど、いずれまた全てをお話しする日もやってくるでしょう。あ、いいですいいですあなたの健闘を祈ります。あざす。じゃあもらってくね、これ。スターストーンゲット。クリスター神殿の道が開かれる石。よっしゃ、行くか。向かおうぜ、向かおうぜ。あれやな、見えない道って、ここのことかなって思いよったけど、あっちの壁のすり抜けのことやったんやな。まあ、どっちのこともかもしれんけど、ここも行き止まりに見えるもんね。はい、スターストーン。おお、はまったはまった。え、はまったはまった。そこ開くんじゃないの？あ、なんかせり上がってきたんですけど。あ、階段になりよる。え、めっちゃ高い、めっちゃ高い。え、超高い、超高い。え、もっと？え、めっちゃ高いやん。いい、いい、いい、そんな。うわー、めっちゃ登らせるやん。でもなんかそこそこ いけそうな感じのとこがあるけど、敵がおるだけか？ん、なんかある。なにこれ。アイテム出てきて。ドカーンジャンプのバッジをゲット。すごく大きな攻撃力で敵を踏みつける。お、痛い。つけてみる。ちょ待ってね、一旦バッジ、バッジ、ドカーンジャンプ。残り2なんよな今。私がつけとるやつで、ジャンチャージエース、とりあえず外しとくか。んで、ドカーンジャンプ。うわ、フラワーポイント必要やった。まあいいや。まあ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 。身につけるだけ身につけとくわ。この部屋にあるってことは、今までよりかは攻撃力高いやつやろうし。お、セーブあるやん。はぁ、いよいよボス前って感じ。あれ？もう、頂上？なんか、思ったより早かったな。あ、ハート回復もある。回復を先に置いとけよな。よし、行くぜ。うわ、何すごい、なんか向こう側に映っとるんやけど。私なんか頭混乱しそうな感じやね。扉だ、扉だ、入ろう。なんかさ、これなんか仕掛けありそうな感じするよね。てか、あれやない？こっち側で見えん部分が、鏡に映って見えとるとか、なんか、こういう柱の影とかさ。なんかそういうのあるんやない？ないかな？あ、鍵があるね、なんか。え、ちょっと、はい。おー！え、扉？ん？なんか扉変わった。入れ替え式？もう一回なんかボタン上がったけんさ、どっちの部屋にも行けるってことよね、多分。ん？ここにもセーブがある。めっちゃこまめにセーブさせるな。中ボスか？なんか×って書いてるよ。何この×。え？この×何？爆発する？だーん。別になんもないけど。はぁ。不正解の道ってこと？わからんわからん。でも、ここしかないし。今度は床に反射してるな。なんかめっちゃあれやね。モーグルみたいな顔してるね。わかる？あの、ファイナルファンタジーの。あ、宝箱。別に罠でもなさげ。鍵か？青い鍵をゲット。大きな青い鍵だ。青い扉の方ってことやね。オッケーオッケー。何の罰やったんやろ、あれ。めっちゃ気になるけどよくわからん。特に何もなかったね。普通に進めた。青い鍵やろ。よし、はい。
ここは天井に敵はおらんか。あ、ピンキー、行け。ダーン。え？え？これ鏡じゃないの？え、怖い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 、何？え、鏡じゃないの？なんか、鏡の中、え？爆発した壁開いてないんやけど。え、怖っ。え、怖い怖い怖い。何？どういう状態？え？なんか、手前と、あれ？映ってない。え？え？私たちの姿が映ってないんですけど。でもなんか他のものは鏡写しになっとる。どういうこと？コインコインコイン。何？怖いんだけど、めっちゃゾッとするんですけど、何？え、ここ何なの？何するの？え、あれだけじゃないよね。ん？あ、ここだけなんかこの鏡の反射みたいな、ピカピカみたいなのがない。へぇ、鏡の向こう側に行った。これで何？向こう側も冒険するってこと？じゃあまたここ爆発させるってことかな？え、なんかすごい頭が混乱しそうやね。いけピン、間違えた。いけピンキー。あ、いた、あ、いた。うわうわ、マリオが来た。こうなったらやってしまえ。なるほど、鏡に映っ、実は鏡じゃなかったってことか？化けて真似しよっただけってこと？そういうことか。とりあえずもう一回力抜かせるか。一応ね、一応。でもまた弱いんやろうなぁとは思うんやけど。そっか、ハートで回復してもちゃんと根に戻らんかったらスターポイントは全然、スターポイント、スターパワーは全然回復せんのやね。回復しろよ。まあ、ピンキーアタックでいっか。結構ダメージ与えれるんやね、ピンキーアタック。また化けた。これは同じ技が使えるようになるっていうことなんかな。またさっきと同じぐらいの感じかな、体力。どれぐらいやったんやろ、前回。あ、弱い弱い。めちゃくちゃ弱い。スターパワー使ったの無駄やったかなってぐらい弱い。しかもこっちノーダメやしね。まあ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 。あれ、ノーダメじゃないな。普通に1ダメージあるね。え、ってことは普通に攻撃してきても結構なダメージあるってこと？ハッピー。くっそー、やっぱり本物は強かった。そりゃな。イエイ。なんだこれ、鏡じゃないんだな。んで？あ、そっか、向こう側の扉も入れるってことか。んじゃあまあ入っていきますか。あ、こっち側にあれじゃない？赤い鍵があるんやない？スーパーキノコ。ってことは、シャボンの実を捨てまして、お、上に上がった。これ捨てるんじゃなくてその場で使えたらいいのね。あ、これさっきね、向こう側ではバツってなっとったやつ、これ絶対壊せるやん。落ちた。もしかしてここに宝箱？ん？なんだ？あ、宝箱。え、じゃあ上は？上も扉なかったっけ、さっき。あれ？ちょっと一回見に戻りたいね。
生クラヤイバーのバッジ、何それ。与えるダメージが1減るが、敵から受けるダメージも1減る。ほう。でも、ダメージ1減りたくはないな、与える方。なるほど。鍵じゃなかったってことは、多分上、扉があったと思うけん、そっちがやっぱ、邪魔だな。オッケーオッケー。あれ？表端と違う。あ、ここや。あれ？鍵じゃない。どこ鍵？キラキラ落とし。ぐるぐる目回しがいらない。え、なんかいっぱいアイテムゲットできるけどさ。え、鍵は？どこなんだい？え？こっち？外に出る感じ？か？出てきたけど。え？なになになに？こっち側とか。なんもねえ。いや、星のかけらがあるだけだな。え？他に行く場所あった？え？なんだ？わからねえぞ。なんもないんですけど。なんかこれ扉の色違うんか？あっちなんか白くて、こっち青い？いや、そんなことないんか？白いんか？わからん。なに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 ？あれ？ここってさ、なんか赤いペンキでバツって書かれてただけじゃなかったっけ？何も壊してないよね。向こう側で起こったことと同じことが起こるってこと？なんかそんな感じっぽいね。行ってみよう。ほら、あっちと一緒。あ、ってことは、この先に、鍵があるんじゃない？あ、敵はいないな。いけ、ピンキー。ダーン。なに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 ？なんかピンキー増えたよ。なになに？なんだろこいつら。与えの真似なんかして。まあ、君が本物ってことは今分かった。マリオ、まさか本物の与えがどれか分からないなんて言わないわよね。君でしょ？ちょっと待ちなさいよ。あんた偽物のくせに何言ってるのよ。本物のピンキーはこの私よ。いえいえ、騙されちゃいけませんわ。そんな喋り方じゃない。よーくご覧になってマリオ様。本物はこの私一人だけ。あとはみんな偽物ですわ。誰だよ、君は。私が本物よ、マリオ。私は間違えたりしないでよね。間違えたら怒るわよ。俺が本物のピンキーだが誰だよ。よう見てちょ。本当だっちゅうに。いや、なんか二人ほどおかしいのおるけど。なんなのよ、もう許せない。マリオ、この偽物たちを片っ端からハンマーでぶん殴ってやってよ。あたいになりすまそうなんて、絶対に許せないわよ。ああ、それがようございますわ。ボカン叩いてさっきりさせてしまいましょう。そうね、それがいいわ。私の偽物なんて放っておくわけにはいかないわ。マリオ、本物は私なんだから私を叩かないでよね。叩くよ。とりあえず2番目以外ね。しまった、バレてまったがや。もうちょいうまく化けときゃよかったがや。見た目じゃなくてさ、話し方ね。覚えとりゃよ。あ、逃げていく。戦闘に突入するわけじゃないのか。はあ。どうして私を叩くのよーって。くそ、バレちまったか。何が悪かったんだ？一人称も違ったんかな。あら、私が偽物ってお分かりになるなんてすごいですわ。くっそ、つかみはバッチリのはずだったのに、覚えてやがれ。ピンキーというキャラが分からったって分かってなさすぎる。そんなおしとやかな感じじゃないから。あら、私が偽物だってよく見破ったわね。そんな語尾にハートとか飛んでないのよ。畜生をうまく真似したはずなのに。もしもマリオが与え間違えたりしたら、お尻のそばでドカンと爆発してやろうと思ったけど、怖い。さすがマリオ、与え分かってくれて嬉しいわ。かわいい、ピンキー。お、多分これが、赤い鍵だな。やっと。イェーイ、赤い鍵をゲット。大きな赤い鍵。これで進めるわけですね。
でもなんか青い扉の鍵よりもさ、ちょっとが厳重な感じやった気がするんよね。もうそろそろあれじゃない？ボスに突入する感じなのでは？あ、びっくりした。ないやんって思った一瞬。なんか赤い扉のね、南京錠の方がちょっとごつい感じしたんよね。いや、普通だな。普通だな、まあ。とりあえず、この鍵開けて進むのは次回にするか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあなんかあれやね、まあストーリーが終盤になってきたっていうのもあるのかもしれんけど、まあ今までの仲間の能力をこう全部考えて使っていく感じが増えてきた気がするね。